では始まりました、マチェスチャンネルです。さあ2020年入試速報シリーズ、今回は早稲田の文化構想の問題をもう超速で公表したいと思いますね。この大学この学部やってほしいって言うんだったらですね、ぜひコメント欄にください。そしてチャンネル登録もお願いします。増えれば増えるほど私頑張って問題解きます問題解いてコメントしますので、ぜひよろしくお願いします。はい、今年の物価構想の問題どうだったでしょうか。受けた方お疲れ様でした。まずですね、1から見てみきましょうか。まず穴埋め問題ですね。1の A は結構優しめですね。だいぶ、まあ、選択肢には難しい単語はいるんですけど、文脈で取れる問題がほとんどになってますね。で、難しいのは3番、name a few とかね、少数の例を挙げればみたいなのは、これセットフレーズなんで、おそらくここは悩んじゃった人が出たんじゃないかなと思いますね。あとは文脈でいけちゃうんで、だいぶ楽です。それに対して B ですね。まあ、これもね、やっぱりイディオムで、うってなっちゃうのをね、引っ掛けるための問題でしょうね。最初の8のところね、これも明らかに悩ます問題ですね。もう、これ知らなかったら無理ですから、for all the world とかね、辞書とか引くとね、絶対にって書いてるんですけど、まあ、イギリス人のね、人に見てもらって、どうなのこれって言ったら、まあ、obviously だって言ってましたね。obviously 誰が見てもわかるみたいな、そういう時に結構使うよ。ただね、まあ、すげえ文構造も複雑で、こいつね。だからなんかね、いや、これむずいよって言ってましたね。ああ、そうか、11のロフティーとかね、これも随分難しい単語ですよね。まあ、12に要素の分離があったりとか、まあ、それ以外かな。だから、ここは悩んじゃった人が多かったんじゃないかなと思いますね。随分トピックも難しいんで、それが印象的ですね。はい、続いて2番ですね。2番は、ブレクジットね、絶対出るって、まあ、授業で言ったんですけど、どこかは必ずブレクジットは出題するって言ったんですけど、やっぱり出ましたね。まさかブレクジットの定義が出てくるとはね。はい。そこまで A は難しくなかったと思いますね。で、B の方がおそらく読みづらい、悩んじゃった人がいるんじゃないかなと思いますね。まあ、この設問が The following is true っていうのが多いので、照らし合わせがめんどくさいんですよ。ただね、文章は短いんですけど、いろんなとこを見ないといけないので、implied とかっていうのはね、結構厄介だと思いますね。ほのめかす。で、今回 not ですからさ、ね、ほのめかされないのはとかってね、めんどくさかったと思います。なので、17、18、19の方が大変だったと思いますね。続いて C ですが、C は優しめだったと思いますね。結構できる人が多いと思います。まあ、22とかは明らかに引っ掛けるケースね。このね、比較器を使った引っ掛けの問題になってますよね。ここに引っ掛からずにちゃんとできたかっていうのが、ちょっとポイントかなと思いますね。言ってる内容はちょっと抽象的で、はぁってなったかもしれないですけど、問題自体は優しい。続いて3ですね。文挿入問題ですね。これ優しめですよ。気づいきましたかね。だいぶ優しいんですよ。これ読んでいくと、なんかね、あ、わかんないなって思うかもしれないですが、入れられます、ちゃんと。うん。どこで崩れちゃうかっていうと、26番ですね。26番のところが難しいので、ここを飛ばして、あと入れていけばだいぶ楽ですし、段落のトピック考えればわかるとか、いや、で、結構ね、直前のものでわかるでしょう。29とか、ほら、almost no indication of its use as a food stuff とか、30番も No factors favored its adaptation とかね、めちゃめちゃ大きなヒントが載ってるんで、分かりやすいですね。多分31が選択肢が減ってるから多分選べると思いますね。31ね、つながりおかしいんですよ。30番と31ね、違うのかなり変えられてて、違う。31に関してはね、段落すら違ったから、この分ね。だから、ちょっと分かりづらい、つながりがおかしいぞってなるんだけど、選択肢が絞れていればできるので、30、31、そして26って感じですね。この順番でいけば、簡単に解ける。25、27、28、29、30が優しいので、31があれで、26が難しいっていう感じになってます。だから選択肢をちゃんと絞っていけば解けるって感じになってますね。で、会話問題ね、まあ、これ短いフレーズ、そして、一単語とかなん で特に品詞も違うので、これ大ヒントですね。なんで品詞が違うから、この品詞でこれが入るに決まってんじゃんとかってできると思うので、で、まあ、授業でやったね、 run errands とかね、出てますし、まあ、あとは間違える人が出るとすれば、36と
37を逆にしちゃうとかじゃないかな。イブルンハートってやつね、この否定語と使って、否定語 how to do ですね、こうするのをですね、まあそれやっても損はないよねとかっていうフレーズなんですが、ここ知らないと、こう逆にしちゃったりとか、あとはまあ there の後ろにちゃんと省略が起こってるってことに気づかないと間違っちゃうって感じですね。で最後の一文要約ですね、英文の要約っていうのはきちんと in Britain used to のですね、ここの used to に注目できたかってことじゃないですか。それが分かってれば以前のことについて述べられてる箇所を選べばいいので、そこまで難しくなく解ける問題じゃないかなと思いました。まあ言えることとしては、まあ、受験生が知る由もないイディオムとか単語っていうのが出ますんで、そういうのは無視してですね、取れるとこを確実に取る、特に文脈で取れるやつを取りなさいっていうのが、やっぱりそうやってできた人がやっぱり勝てる問題かなと思いますね。はい、こんな感じでですね、超速攻的にですね、早稲田の文化構想について述べてみました。コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.